日程がねこう出されたと思うんですけど、まずあの5月3日にサメカツナ公演があって、まあ、昼夜公演ですね。昼夜公演っていうのが本当に私久々で結構すごい楽しみです。すごく、あ、風船ありがとうございます。たくさん犬の風船もありがとう。そう、久々の昼夜公演ですね。でも本当になんか今月も毎週あって、あのサメカツナ公演がだからすごいたくさんねやらさせていただくんですけど、そう5月もまた1週目からねあるってことですごい楽しみです。風船ありがとうございます。たくさん何のキャンペーンなんだこれ、ありがとうございます。2月ぶり、あら、昼夜公演2月ぶり、行こう。じゃあ結構久々ですね。なんですけど、まあ、ゴールデンウィークなので昼夜公演させていただきます。3日によろしくお願いします。5週連続、あ、マジか、5週連続でじゃあサメカツナ公演、え、すごい、3週連続で入れる。おお、ありがとうございます。たくさん応募してくださってありがとうございます。3日ですね、まず5月3日にサメカツナ公演、はい、昼夜させていただいて、あとはもう一個あのなんかあの特殊なイベントというか、なんかトークイベントみたいなのがあって、5月5日ですね、5月5日にトークイベントをさせていただくんですけど、私もねちょっとあの出演メンバーに名前がこうね上がっていて何やるんだろうっていうところで、あのなんかキャンプ、ミュウミュウのキャンプと、あとカメラみたいな、なんかそんな感じのあったんですけど、うん、特殊な感じでなんか公演ってよりかはなんかトークイベントみたいな感じ、はい、であのなんか昼夜公演させていただきます。うん、何をやるのか、でもなんか、うん、匂わせしていいみたいなこと言われたのでちょっと匂わせしちゃうんですけど、まあ、まあ私と言ったらみたいなのありますよね皆さんちょっとなんか匂わせしていいみたいで、あのちょっと匂わせちゃおうかなって思うんですけど、まあ、私と言ったらねこれやるっしょみたいなあれじゃないですか。それやりますよ多分、きっと、わかんないけどはい、なのでまあぜひねサメカツナ公演ももちろんなんですけど、トークイベントもよかったらね、あの来ていただけたら嬉しいなと思います。なんかこういうなんかちょっと違ったイベントみたいなのをするのも久しぶりなのですごい楽しみです。ゴールデンウィークならではの感じで、うん、楽しみなので行きたい、あ、ぜひぜひぜひ、はい、おいでくださいませ。うん、トークイベント久々、そうだね、トークイベント前いつって感じな感じなんですけど、でも楽しみです。トークイベントも昼夜させていただいて盛りだくさんな感じで楽しみです。よろしくお願いします。モデル、モデルかなと言ってきましたモデルかな私、うん、楽しみですね。ぜひ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 ね、予定がね出たのでさっき、ぜひぜひチェックしてみてください。こんばん、こんばんは。ついに劇場で激辛ペヤングですか、わからない、わからないけど、私と言ったらねあれだよねっていういろいろ上がってるけど、でも仕事、お仕事の方は頑張ってください。劇場からパワーを送ります。またウサギ作るの昨日作り終わったよ、ウサギに関してはね、昨日作り終わりましたよ。うん、ありがとう、ありがとう。茨城伊豆で出るのも楽しみ、確かにマナもいるね、相変わらず可愛いな、あー、ありがとうございます、ありがとう。サーヤサウルスサーヤサウルスはちょっとどうなんだろうね、おでん食べながらいいですね、すごいほのぼのしてていいですね。でも楽しみ、何やるんだろうっていう感じですね。こんばん、こんばんは。
こんばんは。まあ、明日もねサメカツナ公園なので来られる方は気をつけてきてください。よかったら私の水色とオレンジのサイルームを振ってくださると嬉しいです。見てるのでよろしくお願いします。アピールしてね。ね、次は何作るの？次何作るの？予定はないですけど、あ、でも作るっていうか、でもあのね、私昨日実はジェルネイルを自分でしました。じゃーん、どう？可愛くない？自分でしたんだ、ジェルネイル。もう今回はなんかもうゴリゴリに可愛い系にしました。なんか前回が私黒となんか何銀みたいな、銀シルバーかみたいな感じで、ちょっとまあ可愛い系なんだけど、パッと見ちょっといかつくはないけど、なんかちょっとあれだったんですよ。なので今回はちょっともうめっちゃもうなんか姫みたいなネイルをしてみました。自分でセルフでやってみた。どうですか？じゃーん、ゴリゴリパーツもピンクにしました。じゃーん、キラ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 、かわいいでしょ。じゃーん。短めですね。うん、ギターは弾くので。自分でやったのすごい。やったん、自分でやった。でもなんか思ったよりなんか姫ギャルっぽくなった。なんかうん、ちょっとギャルっぽい。姫ギャルっぽくない？どう？ちょっと違和感、自分でやったからちょっと違和感だけど、まあまあまあいい感じって感じ。いい感じ。ピンク系ネイルは初めてですね。というかまずジェルネイルが久しぶりっていう。最近本当に全然なんかしてなくて、久しぶりにやろうって思ってやりました。こんばんは。こんばんは。風船ありがとう。うさぎ作った後にやったの。そうそうそう、昨日の夜やった。お風呂上がりにやりました。なんかすごい材料も買ってきてたからやりたいなって思ってて、うん。テラヒナとのコラボ配信4月中は無理そう。無理そうだね。無理そうね。5月になっちゃいますね。まあまあやりますよ。確かにちょっと今月中は難しそうだな。こんばんは。こんばんは。そう、ゆなこもさ、あのゆなこネイル、ゆなこのネイルしてるからちょっと教わりに行こうかなって思います、今度。こんばんは。こんばんはね。とりあえず あれです、明日サメカツナ公演よろしくお願いします。頑張ります。でも毎週あるの本当嬉しいよね。毎週みんなに会えるし嬉しいですよ。こんばんは。こんばんは。明日どうしようかな、髪の毛めっちゃ迷うな。でもな、ちょっと要相談。明日はちょっと相談だな。そう、サメカツナね、たくさんねあってすごい嬉しいですよね。明日どうしようかな、迷うな。うーん、でも最近多いのは、うん、前回何したっけ。あ、編み込み図編みして、その前が羊、うん、違うツインテール、羊。風船ありがとうございます。犬の風船もありがとう。そうね、でもさ最近本当に暑くてだからなんか結びたい気持ちなんですけど、迷いますね。迷っちゃう。さあ
き下ろしとかしたらやばそう。確かに汗でなんかちょっとあれですよね。キャッピキャッピポニーテール、ポニーテールはねあり。本当にポニーテールって楽なんよ。でも意外とツインテールも楽なんだよね。この辺の意外とまとまってくれるから意外と良かったりするんだよね。でもなんかサメカツナの衣装にツインテールは私はちょっとあんまいいなって感じです。なんかなんだろう、なんか衣装によって似合う髪型と似合わない髪型があって、私的にね、私の中であって、だから結構なんか衣装によって髪型変えたりするんですけど、あのコンサートの時に初めてお披露目させていただいたあのなんか何サーカスみたいな衣装あるじゃないですか。あの衣装はツインテールが似合う衣装なんですよ。そうだけどサメカツナの衣装はツインテールはあんまりなんか自分の中であんまりしっくりこなくて、そうサメカツナの衣装は割となんかおろしとかなんか落ち着いて、なんか巻きおろしとかなんか羊ちゃんとかそういうのがね似合う、あの編み込みおろしとかって思ってる勝手に。最近過去のショールームとかも全部見てます。ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。この間はテラヒナの生誕祭だから、そうだからツインテーだったけど、明日はもう通常なので私が選べるっていう、まあ、夢の生誕祭も来週あるので何になるかわからないんですけど、うん、ね、こんばんは、こんばんは。迷いますね、まあ、その時の気分です。明日の気分で考えよう。ちょっとこんばんは、こんばんは。ね、自分のテンションが上がるやつが一番いい。そうなんだよね、結局ね、そうなんだよね。自分のテンションが上がる髪型ってなんだろうなんだろうな。そう、生誕祭はツインテール率が結構高めですね。やっぱ普段やらないしってのもあるのかな。うん、確かに確かに。前髪なさそう。え、でもなんか前髪、なんか私衣装の時に前髪なくすと本当に似合わなくて、からあんまり未だに多分前髪なくしたのって多分1回とかしかないんじゃないか、公演で。サメカツナの衣装で前髪なくす、どうなんだろうね。前髪はいつもありますね、なんだかんだでね。生誕祭またついてるか、どうなんだろう、ちょっとわかんない。こんばんは、こんばんは。ね、まあ、楽しみにしててくださいね。そう、衣装可愛いのが多いからね。猫にすれば、あ、でも猫ちゃんヘアもさ私好きですよ、結構。最近やってないけど、なんか2回ぐらいやったじゃないですか、私猫ちゃんヘアも好きです。なんか私この辺にボリュームができるものが好き。こんな感じの。なんかここになんかあった方が かわいい。確かになんか猫ちゃん、あ、でも猫ちゃんヘアあれか、どうなんだろう、なしではない。なんか今年がさ寅年だから、なんか寅年で私なんか新年明けて一発目の公演がサメカツナだったんですよ。だからトラヘアみたいなしたんですけど、みんなに猫じゃんって言われたっていう。それが最後あれやったのかな。あれ発明した人すごいね。わかる、本当に。羊ちゃんヘアも私好きですね。やっぱこの辺になんかあるのが好きですね、私。うん、この辺にボリュームがあるとなんか可愛いなって思います、私的にね。うん、ですね。猫目だし、そう、私ほんと猫目なんだよね。私なんか一時期本当に猫目が嫌で垂れ目になりたかった時期があって、多分中学生ぐらいなんだけど、めっちゃ垂れ目になりたくて、一時期めっちゃもうずっともう こうやってたんだけど、今は全然
うん、いいやって感じそう、中学の時とかなんかすごい垂れ目になりたくて、流行ったじゃないですか垂れ目が、だからもうすごいなんかあこうなんないかなってずっと思ってたんですけど、今は大丈夫。猫目を強調するアイメイクしてるの？うん、強調はしてないんだけど、もともとが猫目だから勝手に猫目になっちゃうんだよね。うん、今の目最高、 ありがとう褒めてくれて。大人だと目尻は下がってくるあ、じゃちょうどいい、ちょうどいい今。素敵な目、ありがとう。じゃありがとうございます、こんばんは。そう、猫目ってめっちゃ言われる。猫っぽいねってめっちゃ言われる。確かに犬っぽくはないよね私ね、どう見てもね猫ですよねきっと。猫みたいって言われる。目も含めてお綺麗です、ありがとうございます、褒めていただいてありがとう。こんばんは。私10分から始めたよね。今日30分ぐらい配信しようかなって思ってるから40分ぐらいに終わりにしようかな。性格見た目、猫っぽいってこと？どっちもなんじゃない、わかんないけど。どう？でもファンの皆さんにも猫っぽい、猫って言われるよ。犬の風船ありがとうございます。見た目なのかな、見た目、見た目わかんない、何っぽいですか私は見た目はもちろん多分猫なんだけど、猫目だから。マイペースは猫っぽい、あー確かに。タヌキ顔ではないね私ね。マイペース、確かにマイペースですね私ね。性格は犬、もう本当ですか。猫の割にはリアクションいい気がする。おお、ハーフですか私お金持ちの家にいる猫、お金持ちの家にいる猫、ほんと、なんかそれもなんか言われた気がする。なんかファンの皆さんに言われた気がする。いつだろう、いつだろうか。クマとウサギとキツネかな。おお、ずいぶんいろんな動物を混ぜ合わせましたね。青ちゃんはタヌキ顔？確かに青はそうだね、そうかも、可愛い感じの顔。招き猫、招き猫どちらでもない動物ね、何なんだろう。でもさ、あれだよね、犬と猫とあとウサギ顔とかもありますよね。夢がウサギ顔じゃない？夢とか、あと誰だろう。でも夢はウサギ顔かな。こんばんは、こんばんは、スクショしたい。はい、ありがとうございます。そうね、恐竜顔、恐竜顔はどうな顔なんだか分かんないけど、納得、納得。ユナコはペンギン顔、ユナコはタヌキ顔じゃない、ユナコはタヌキ顔。かわいい、ありがとう。NGT みんなかわいいじゃん嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、みんなかわいいです。やば、なんか暖房つけてたらめっちゃ暑いんだけど、あとで消そう。ななみも猫顔、そうだね、ななみも猫かな、確かに確かに。
みんな動物ヘア。でもさ、ウサギヘア、ウサギヘアってなんなん？こうできる？普通に考えて絶対できるよね。ウサギヘアは難しい。そう、クマはいけるじゃん。クマ、猫みたいな。クマ、猫、ウサギ、ウサギ、ウサギって、ウサギってどうやってやるんだろう。ここも固めるみたいな感じ。できたらいいね。まだ暖房いるの？絶対いらないんだよね。でもなんか癖でつけちゃうの。だから配信終わったら消します。ウサギちゃんヘアはちょっと難しい。なんか狐っぽくなっちゃうよ、この辺が。めっちゃここ固めないといけないってことでしょ。バーって難しそう。最後につけて公園、それはもうね、違う公園なのよ。こんばんは、こんばんは。明日でも22、迷いますね。とりあえず巻いてるとは思います巻き髪が好きなので巻いてるとは思いますね。あ、ウサギイコールツインテール、確かに確かに。ストレートおろしは絶対しないよね。私似合わないんだよ本当に。衣装に似合わない、本当。サメカツなのダメなんだよ。わかんない、私の顔に似合わないのかも。ごめん、私の顔だった、ごめん。私の顔に似合わない。22日だから猫の日。22日って猫の日なの？にゃんにゃんってこと？にゃんにゃんってこと？考えときますこんばんは。髪の長さ、髪の長さでも前ちょっと切ったぐらい。でもそんなに切ってないかな、言うてちょっと切ったって感じ。私なんか一回このセミロングぐらいにしようかなとかもちょっと思う時期もたくさんあるんだけど、結局なんかロングがいいんじゃないかってなっちゃうんだよね結局。その私巻き髪が本当に好きだからってなると、こう長い方が巻いた時にこうなんかすごくなんかいいし、いいんだよね自分的にね、いいなって思うんですよ。そう、今日みたいな感じだとストレートおろし似合う、似合う。本当？確かに今日みたいなこういう服装ならねいいかもだけど、確かに確かに巻きがちですね。とりあえず巻いとけばなんとかなるって思ってるそれっぽくなるでしょみたいな。こんばんは。しかも巻き髪ほんと一瞬で終わるんよ、本当に一瞬で終わる。数分で、3分ぐらいで終わる。なんかピョン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 ってやればいいだけだから、めっちゃ簡単ですよ。ねじりつい、あ、ねじりついも全然やってないですね。似合うからありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。なんか暑いねやっぱり。おかしかった、私が暖房つける季節じゃないわこれ。梅雨の時期はどうなの巻き髪って？あー、梅雨の時期はでもやっぱり湿気がすごいので、やっぱ巻き髪とかこう前髪のカールとかは取れやすいですね。だからすごいなんか、なんだろう、固めたりとかしないとダメ。そう、最近美が増したよね。ありがとうございます。美増した？よかったお高いコテ使ってるな。いや、そんなことない。なんかでもなんかそのメイクさんが使っているもの、同じもの使ってる。そう、いいなって思って。メンボスターありがとうございます。
そう、めっちゃ巻きやすくていいんですよね。昔の写真とか見てきたけど、ずっと美人そうで可愛くて、あら、ありがとうございます。そう、でもなんかさ、あんまり変わんないって言われがちだけど、よくよくなんか初期の写真と私の今の写真比べると、ほんと違う、顔違くない？顔違うとか、いじってるとかじゃないけど、全然あのメイクとか、なんか髪型もそうだし、髪色もそうだし、なんかすごいやっぱ変わったなって思います。こんばんは。そう、なんか当時は本当になんかメイクも全然なんかしたことなかったっていうか、してたはしてたけど、ポイントメイクとかしかやったことなくて、下地とかもあんまり塗ったこともなくて、ハンデとかもなくて、なんかリップとマスカラと眉毛描くぐらいだったから、そう、そのメイクの仕方を覚えたっていうのが結構大きいかな。多分みんなそれが大きいんじゃない？当時みんなちゃんとしたメイクできてた子って少ないと思うんだよね。そう、でも NGT に入ってこうちゃんとプロのメイクさんとかにこう順番とかも教わって、でこう活動していく中でこう先輩だったりとかメンバーでなんかこうこれいいよみたいな、そういうなんか情報交換みたいなのがあるんですよ。そう、だからそれでいろんなコスメも知って、いろんなコスメの使い方も知って、みんなね可愛くなったそうで、よりコスメも好きになりましたね。もともと好きと思ってたけど、なんかよりやっぱやり方とかいろいろねこう知っていくとより楽しいなって思うし、集めたいなっていうか、メイクも好きです。好きになりましたより。うん、前に入りたての配信見たけど声が幼い。あ、声幼いんか。声が幼い、そうなの？声変わりしちゃったかも。タンプレコスメが多いのかな。そうだね、タンプレはコスメもらうことが多くて、しかも私もらったコスメめちゃめちゃ愛用するから、そう、めっちゃ愛用しちゃいますね。私もあげるものはコスメがほとんどかな。うん、メイク講座とかもそうだね、ありましたね何回か。うん、あとはなんか自分で YouTube とか見て覚えたりとかしますね。ジャーバージャンの名刺見てるけど大人になった。あー、懐かしい懐かしい、あのポニーテール時代懐かしいね。うん、三期生来たらどうする。可愛がります、可愛がります。うん、って感じですね。うん、インスタのコスメ紹介嬉しい。あー、ありがとうございます。よかったら参考にしてください。需要あるかわからないけどって感じで、はいはい。茨城の可愛がるは普通の意味ですか？普通の意味、どういう意味なの？逆に何なのよね、可愛がっちゃいますよ。もうだってさ、年下なわけでしょ絶対的に。もうよしよしってやりますよこんばんはね。3期生も楽しみ、明日のサメカツな声も楽しみ。さやしかってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位クレアキさん、ありがとうございます。12位マーさん、ありがとうございます。11位今夜が山田さん、ありがとうございます。10位ホークさん、ありがとうございます。9位稲葉さん、ありがとうございます。8位星の子愛さん、ありがとうございます。7位やへいさん、ありがとうございます。6位あきひろさん、ありがとうございます。5位まささん、ありがとうございます。4位むらちさん、ありがとうございます。3位メープルなおくんさん、ありがとうございます。2位けおさん、ありがとうございます。1位はたかのんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。明日はダメカツな声よろしくお願いします。よかったら水色オレンジのサイリウム振って応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでこの後メールも送るのでお休みメールも待っててください。今日も配信ありがとうございました。ではでは、さやしかおやすみなさい。ありがとうね、見てくれて。またね、おやすみ。